はい、それではね、ルーブメーカーの続きをね、やっていこうと思います。3年目ですね、今日はね、1191年の9月からやっていきます。今のところ、パラメータこんな感じですね。体力と武力、まあ、知力をちょっと頑張って、上げようと思って、今160まで。はい、で絆の方はねもう96なんでもう多分100がマックスだと思うんですけど、100にはまあもうね、言ってる間に届くでしょうね。もうちょっと会話しときましょうか。最初最近の状態、私は私自身以外の誰も信じない、当然じゃない、よいしょ。鍛錬、政治なんて頭痛いだけだよ。呂布らしいですけどね。だいぶでも知力上げてきたんですけど、また政治の方はまだ上げてないんですね。孟徳というものの噂を聞いたけど、お父さんはして、孟徳は、曹操のことですね。よいしょ。もういいかな。日程で依頼農業と個人指導で、休息をこれにしてもうね、絆をマックスになるべくしときましょうか。さあ、お金はね、絶戦大会でも運よく、優勝できたのでちょっと潤沢な感じですね。はい、そんなに困らないと思うんですけど、そんなに大きな買い物もねないんで。で農事もね、これで、レベル3まで上がってるんで、なかなか報酬もいいです。445、1回で溜まりますんで。うん。こっちも割と成功率が上がって、だいたい大丈夫かな？うん。あんまり失敗しなくなったよね。ね。よし。200ぐらい。うん。よし。まあ、こんな感じ。もう100までいくかな ?99。100。あ、どっちだろう今。99で止まったけど。商人がまた来ました。はい。はい。珍しいもの売るよ。服は買ったんだ。この間ね、この服買ったんです。4000の。クソ高かったけど、ね、2ヶ月しか着なかった。はあ、で、まあ、知力が上がるやつを買っとこうかな。せっかくなんで。どれこれは魅力がアップ。統率がアップ、政治がアップ、これかな、知力40、これ買おうか、お金あるしね。よし、買いました。よし、営業秘密あるよ怪しい。さあ、まあどんどんねやっていきましょう。道具、これ使った方がいいんかな。知力40増加、使用する。ああ、これ持ってるだけでいい感じだね。これもそうなのかな？適用された効果って書いてあるからね。よし。じゃあどうしようかな。今どんだけ？知力は200。結構上がってきましたね。体力ももうだいぶ400以上上がるし。まあまあ、同じようにやっていきましょう。農業と、個人指導。で、あ、絆見てなかった。ちょっと待って。あ、100になったね。これ多分マックスだな。そしたらもうそんなに絆を積極的に上げなくてもいいから。まあ、落ちた時に、戻すみたいな感じでしょうか。金融則じゃないわ。依頼、個人指導。で、こっちでいいかな。ちょっとお金を使って、休息させましょう。よし。はい、これ体力がね、農業すると上がるんでいいですよね。体力上げとくと、武術大会とか舌戦大会でもそうですけど、ヒットポイントが、すごい上がるんで、なんていうのか、武力とか知力上げるよりもこっち上げた方が結構、戦いやすいですね。うん、結局じゃんけん勝負なんで、まあ回数多くできればそれだけ与えるダメージも大きくなりますからね。うん、あ、サボってる。一回。一日サボったな、クソ。
はい、え、報酬ですか、はい、130 休んでる、お金あげてるけど寝てるだけなんだね、基本的に、ね、うん、多分疲労はゼロになるんでいいですね、うん、よし、さあ、もうどんどんやっていきましょうか。イラ鍛錬じゃないわ、農業を鍛錬しよっか。学問、お金いっぱいあるしね。で、休息、はい、サクサクやっていきましょう。うん、農業で、まあ、450ぐらい、400以上、10回だと500ぐらい稼げるんで、2回に1回は勉強してもいいかもしれないね。書くね、書く、はい、知力もだいぶ上がってきましたからね。で、一応今身につけてる服が毎月知力が3ずつ上がるっていう服なので、それも一応手伝ってますね。武力がちょっと下がるんですけど、まあいいか、知力17上がるしね。はい、寝ます。疲労をね、こうお金使った疲労、あの疲労じゃない、休息を取るとだいぶ減ってくれるんで、もうちょっと粘ってもいいかもしれない。よし、じゃあ依頼、農業と個人指導、これまあいいか、お金大丈夫でしょう。うん、3だからね。まあこれ以上別にお金そんなに困らなくなってきたんで、うん、こっちがレベル2になったらありがたいけどね。もうちょっともらえるでしょう、多分。そしたら、うん、一応サボらずに頑張ってくれたね。よし、うん、200もらえるしね。もうね、繰り返しになりますよね、大体ね。よし、イベントも特にないので、どんどんね、依頼、農業、鍛錬、学問、休息、はい、魅力がね、農業すると魅力が下がっちゃうんで、ちょっとその辺魅力を上げたい時は難しいかもしれないね。武力は若干下がります。もうでも武力を上回りましたね、知力。うん、アホにしては上出来じゃない。よいしょ。はい。あれ、192年じゃなかったっけ、東卓。あ、違ったかな。193年かな。もう1年、4年間レフト過ごすって書いてあったから。4年あると思うんですけどね。あ、何、誰だったっけ、これ。これは、炎章かな。あなたが呂布宝泉ですか。そうそう、あ、違うわ、そうそうだ、これって書いてあるじゃん。そうそう、見たことないもんな。そうだけど、あんたは初めて来ましたね、他の部署3年目にして。私は、天軍行為の、うん、そうそう、孟徳と申します。そうそうですね、最近宝泉様が戦略、戦術に興味を持たれたと聞いたので、うん、そう、ほうほう、そう、呂布はしばらくそうそうと兵法について話し合った。孟徳は本当に頭がいいな、こんな兵法に詳しいから戦に出たら連戦連勝だよね、うん、私がいくら兵法に詳しくとも宝泉様の武芸にはかなわないでしょう、うん。めっちゃ笑ってんな。
もうこんな時間ですが、では私はこれで失礼します。宝先生、またお会いしましょう。これで絆がちょっと高まるんじゃないですか。褒められたら調子に乗る。書いてある、まあ、変わってない。ちょっと見てみよう。パラメータ、あ、増えてる。33も一気に増える。100まで上げるのにどんだけ大変やったの。これどう下げようがないよね。どうしたらいいんだろう。難しいな、その辺ちょっと。ランダムで出てくるんでしょうかね、これね。まあでも知力を上げとくと、その取り入られにくくなるって書いてあったんで、まあもう知力上げとくしかないよね。まあいいか、しゃあない、頑張ろう。うん。依頼、農協と、鍛錬は、ちゃうわ。個人指導ね。で、休息しよう。はい。どうやろう。あと2回来たらもう100になっちゃうよね。そうそう、怖いな。あ、こういう風に唐突に来るんですね、うん、うん、お、いいですね。金はまあまあ稼ぎ、イベントってランダムなのかな、どうなんでしょうね。農業と学問、そしてまあ休息しとこう。体力ももうあれかな、500で多分マックスだと思うんで、だいぶマックスに近づいてきたよね。知力が上がってきました、だいぶ。知力も多分500がマックスだと思うんだけどね。よいしょ。さあ、このままいくとどんな結末になってしまうんでしょう。300になったな。めっちゃ休んだ。どんどんやっていきますよ。農業と個人指導で休息。もうマックスになったらちょっと考えようか。体力がね。お金はまあ今んとこ余裕あるしね。うん。次ぐらいでもうマックスになりそうだね。こっちレベル2になってほしいな。そしたらこれ2回したらいいもんね。うん、もうちょっとかな。寝てます。でも6000あるしな。商人がまた来ました。おお、はい。持ってくるもんは基本的に一緒だね。どうしようかな。これまた、これだったっけ、知力が。これどうなの？ 2 冊買ったら、効果増えるかな。ちょっと買ってみよっか。よし。お金はある。うん。あ、増えてるね。370になった。40増えてる。だから2冊買ったら2冊分増えるね。80だから増えてるってことか。うん。OKOK。よし。そしたら、5月でしょ？何月？ 7 月に、あれがあるんだよね。大会があるから、その直前ぐらいにちょっと、また考えようか。よし。農業と、さっき何したっけ？個人指導した。鍛錬しようか。よし。で、休息。
もうマックスになりそうだな。7、8、9、10、 OK、 マックス。これでもう増えないね。うん、よしよし。知力、うん、知力もう400近くいきそうだな。これで10ぐらいは増えるでしょ、大体。うん、19も増えるのか。結構増えてるね。疲労はね、なるべくためないようにして。イベントは特に起こらないね。あと一回ちょっと、じゃあ、あ、ちょっと待って。マックスになったんだよね。体力マックスになったから、考えよう。依頼を、これ2個入れようか。これで、レベル2になんとか上がってくれたらいいんだけどな。2にならへんかな。そしたらお金的にはだいぶ、やりやすくはなるよね。うん。OK。うん。もう一回ね。はい。何回ぐらいで2になる、レベル上がるとかね、ちょっと、見といた方がいいかもしれないね。おお、来た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 。そう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 。次回から報酬を上げてあげます。これ誰なんだろうね、結局ね。ちょっと気になるね。もう400まで来ましたかね、知力。うん、よし、頼もう。あ、来たおじさんね。うん、これ追い返すと陰陽が増えて、結局その陰陽を下げるのに、行動一つか、あのお金がかかるんで、60、結局60払ってた方がいいっていうね、ことなんだよね。何時は後に放浪者になる運命。これしか言われてないんだけどね。どうなんだろうな。はい。個人指導が終わった後、貴婦人、法政様にも学問の才能があったと。法政様、このまま学者になられるのはいかがですか。うん、え、私が学者に。そんなの嫌だよ。法政様がそうおっしゃるのなら、けれど一度真剣に考えてはみてくださいね。うん、なんか学者になるエンディングもあんのか。7月でしょ。で、8月が絶戦大会、大会があるんで、あともう一回ちょっとやろうか。依頼と個人指導ちょっと上がりましたからね、報酬ね。これ一回どうしようかな。鍛錬ちょっと入れとこう。大会に向けてね。あ、次もまたちょっと、どっちか選べるんであれば絶戦大会を選ぼうかなと思う。知力がもう400超えてきてるんで。こっちの方が多分勝ち抜きやすいと思うんですけど。まあでもね、あれ結局運なんでね。じゃんけん大会ですから。結局のところ330稼げるね、うん、結構大きくなった。よし、うん、私の弱点もこの辺のセリフは変わらないね、まだね。ちょっとなるべく頑張ってあげてください。400、お、うん、お、次回からはもっと高い段階の授業を始めようと思います。ほうほう、うん、まあでもレベル3になったら、まあ、ちょっとあれも上がる、授業料も高くなりそうだけど。よし、はい、あれ大会ないの？ あ、 あるある、何も言われへんかった。この2種類だね、結局ね。ちょっと、待って、絶戦大会をやるとして、
ドーピングしましょう、ドーピング服屋じゃなくて食堂じゃないわ、これか、どれだ、歴史が、政治でしょ、これが知力ですよ、これが500だから1冊で、上がったよね、10上がったよね、でもう1個買ってみようか、雑貨屋当日、よし、これも大丈夫だよね、460になってるからマックスにする？マックスにしちゃう？マックスにして、まあ一回460あったらいいよね、うん、まあもうそこまで変わらんでしょ、まあ体力はもうマックスになってるんで、多分だいぶ勝ち抜きやすいとは思うけど、絶戦大会でねやってみましょう、はい、まあ、4000取れると大きいよね、これより絶戦大会を取りようかな、多いね、そうそう、はいはい、 OK、 これさ武術大会の方はあの武将のさ名前が結構出てたけど、絶戦大会でさあんまり武将で準優と格しか出てこないからちょっとケチってるよねこれっていうか、ちょっと待って、いきなり挑戦なんだけど、何これ、挑戦も いたなんであんたが出てくるの、本当だよ挑戦はとっても強い相手ですよ、弱そうだからって油断してたら花を折られます、なんで出てくるの、自分で言ってるし、しかも、いやだからなんであんたが出てくるのって、ちゃんと正しく突っ込んでるね、リュフは、うん、はい、あった、強い強い、めっちゃ強い、ちょっと待って一応パラメーターはこっちの方が強いけど、これ全然強いじゃん、素早く、もういいわ、運次第だな、あーマジか、それだけですか、聞いてから論破されてるから考えてから、よし聞いた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 、よし、うん、こっちかな、攻撃力はこっちの方が高いから3発4発当てないか、よし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 よ、多分これが一番敵で強いよね、はい、マジか、それだけですか、よしよし、もうこれでいこう、これでいこう、考えてから主張連打、あー怖いな、負けるぞ、3発、よし、あと1発あと1発、よし、きよし聞いた、よしよし、私の言ったことは全部忘れてくださいなぜ出た、なぜ、角もでも結構強かったよね、なんであなたが絶戦大会に致命的な毒舌に気をつけて、でも、ね、去年うまく苦戦しましたけど今年はもう全て上回ってますからね、どっちだったっけ、格好は素早くでやった、うん、よし、もう連発でいこう、体力にヒットポイントはね多いから、よし、いけるいける、もう楽勝でしょ、もう、うん、挑戦が一番強かった、うん、はい、素早く、誰か、これが多いのか、これが多いのかってことは、こっちか、よし、ん？成功した、違うな、負けた、素早くかな、だったような気がするんだけど、こっちか、あ、ちょっとなんか負けてるぞ、あと2発当てればいいだけなの、よし、あと1発、 OK、 よし、ご苦労だった、はい、とても水準の高い絶戦だ、今回はちゃんと狙って勝ちましたからね、うん、ね、無敵じゃないですか、呂布が
絶戦大会で勝てる。商品は一緒だね。おめでとうございます。挑戦。ラスボス的な感じで出てきた方が面白いけどね、挑戦がね。はい、絶戦大会は終わった。7000。もうお金は大丈夫でしょう。ね。よし、なんとか、勝ちましたね。これで今、483だから、知力はもうマックスまでいきそうですね。この調子でいけば。あとどうしたらいいのかな、魅力を上げようかな。せっかくだから。あと政治とか、かな。統率とかはいいよね。武力よりも、まあ、絆ね。絆もないし。ちょっと魅力、政治あたりを、ラスト1年頑張ってちょっと上げてみようかなと思います。とりあえず知力と体力はマックスにいけると思うんでね。よし。はい。そしたらね、今日のところはこれで終わりにしておきます。またね、次回続きやっていきます。次回で多分エンディングまで、一応何かのエンディングにはいけると思うんでね。はい。よかったらまた見に来てください。ではこれで終わりにしておきます。お疲れ様でした。